2月中国北京の天安門広場に人だかりができていました。1台6000万円のスーパーカーで乗りつけた中国人の富豪たちです。この投資会社社長は1日に1億円を稼ぎ出します。どうですか？感觉非常好。第二是当初是你的第一辆，现在是这么多，这已经很多辆了。中国的富豪越来越多了。今中国では毎年100人を超す億万長者が新たに生まれています。改革開放は都市に住む人々にかつてない富をもたらしました。一方、8億人の農民のほとんどは貧しさから抜け出そうと精一杯です。今日还有哪个还能去吗？我要不用上，用不上那个啊？嗯，来吧，用不上了呗。现在车都扎不开了。真用上了啊？就那个穿乞丐的也行。穿也用不开了，你看这车子。是吗？这，哎呦，穿了一个。就他一个了吗？穿一个。哎呀，这车都挤不开了。你哪个哪个发的？我别换，明儿再说，明儿再说，明儿再说。農民工と呼ばれる出稼ぎ農民たち、都市に殺到し仕事は奪い合いです。ふるさとの家族への仕送りも滞っています。怎么了大夫？不用。人够了？嗯。为什么？他不用了，就是这人多。那今天就白等了。白等了。急死这儿。悲願の北京オリンピックまであと1年。経済優先から真の大国に向けて転換を図る中国。今、さまざまな矛盾が激流となって押し寄せています。猛烈に広がる格差。富める者と貧しい者との間に越えられない壁を作り出しています。中国最大の課題、格差の現実に迫ります。今年1月、北京の最高級ホテルで、ある富豪の誕生パーティーが開かれました。300人が詰めかけました。你有台风有安，一定安排一个时间送礼的。人这么多年送礼的，为什么不？你安排，现在安排。好。この日、56歳の誕生日を迎えた李行華さん。投資会社を中心に資産1500億円を誇るグループ企業の総帥です。生日快乐。谢谢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 。李さんの成功は政財界に広がる華麗な人脈によって築かれてきました。好的好的。哎呀，周主席，来来来来，走走走。这么大个。不，那您来了。大物政治家も続々顔を出します。对了对了，你看咱们老市长来了，老市长也来就好了，老市长也来了。
现在老师长这儿还刚开始在北京起义的是啊，我刚一回北京，一开始闹革命的时候，张市长就支持我。你看多少年了，现在这老领导真是，好玩，这好玩吗？这个扔，你往下扔，往下扔，好扔啊！你看谁好砸谁吧，啊！来，张姐来。李さんが今最も力を注いでいるのが中国株への投資です。今天那个怎么样？今天大盘还不错。大盘整体来讲，在下午还起来一点。今天就是说这个，你来时候一看的是那个谁，那三千万现在是多少？3012。3012，就是涨了，又回到这个。李さんは株で損をしない男と言われています。この日は持っている航空会社の株の重要情報が入りました。按朱小平的话说5%是合理，那个时候还人民币还没有加速升值这个概念。5%多少啊？5%呢，对于这个南航来说就是30亿。对于南航来说利润就是30亿。这抗战看了还有一个就是潜在的情况，一个就是股改，哎，对，股改，这股改是一个，股改呢，它这是一个难点。为什么叫难点？因为它的这个第一大股东是50.3%的持有量，国家对于这个航空，它是要绝对控股权的。哎呀，那你对这个南航非常看好？对，这是两。李さんには政財界に張り巡らせた情報網から最新の株式動向が。分刻みでもたらされます。那个我还没弄呢，那时候再给他汇钱。开户他说呢，他明天能开始这个基金要分红，分完红以后他那个净值降到最低，他那个你再买的话呢，你挣的红多一些，就低一些。喂，22号再买。啊，我知道了，好了。好嘞，我先，哎。好嘞，车已经到了是吧？车已经到了，好嘞，我马上下去，好嘞，到门口吧，我到门口去看啊，好嘞，这个就是等于22号、等会儿，我先看车，我先去看车去吧。这个啊，车到了，对了，你这个你把这情况跟那谁说一下，跟李安利说一下，好吧？好，我那帽子。嘿，真棒！这个届いたのはイギリスの最高級車です。嘿，这颜色，好，这也是真棒！这个北京のモーターショーで気に入って即購入を決めました。特別仕様のこの車、関税が高い中国では1億円近くもします。中国にはまだ数台しかありません。怎么样？这个坐进来的一个感觉 ？OK， 非常好。这就是休闲玩的时候就来休闲用的车玩的。北京市中心部から車で15分。財富交換と言われる住宅街です。立ち並ぶ家々は10億円。敷地には住人以外一切立ち入ることはできません。警備員に厳重に守られたこの家が李さんの自宅です。モデルにしたのはフランスのベルサイユ宮殿です。30畳を超える部屋を20以上も作りました。大概应该是在5000万左右。这是起居室，睡觉之前在这看看书，上上电脑。这些家具都是进口的，全部是意大利的。巴洛克风格，哎，这是睡觉的这个主卧。プールのあるフロアはフランスのデザイナーに作らせたといいます。
这个就一年四季都可以有了。温室。对对对，对。这是一个保险库。哇、哦，中見せていただいていいですか？二重の分厚い扉に守られたこの部屋全体が金庫です。これは何を入れるかなんですか？这些放一些什么东西呢？金银财宝。对，就是你收藏的一些什么东西都可以放在这儿了。这是一个这个。你的财产恐怕不够放。我们这是我一个特别的一个书房，因为它呢，这里环境呢比较优雅，比较安静。我有的时候在这里呢，就是，起草一些问题。李さんが最後に見せてくれたのは、2階の奥にある書斎でした。我呢，把一个邓小平的一个油画的画像呢挂在这里，因为这个我非常崇拜邓小平，因为是邓小平把我们中国。带领着中国人民走向富强，全中国人民现在由于受惠于邓小平的这个政策，改革开放政策，现在全都富裕了，过上非常幸福美满的生活。尤其是我呢，就是邓小平所倡导的，是中国人一部分人先富起来，先富起来这些人。所以说呢，我把他呢，李さんが自ら作ったビデオです。北京出了李小黄，大了。跑到东北开拓啦，苦啦，多亏一个邓小平，改革开放下海啦，发啦。日本大麦101，香港投资房地产，他说。ファーストクラス最前列が李さんの指定席。この日の行き先は上海です。年に一度行われる億万長者のパーティー。李さんと同じように改革開放で成功した富豪400人が中国各地から集まりました。参加者の目当てはパーティーの開催中盛んに行われるビジネスの情報交換です。小华在北京做得非常好，80年代就是他是华站做能源做石油。你带张相片吧。来，要不给你两张图片，你先剩这一点，用不用？给你两张，一张放在办公室里，一张自己私人带。ビジネスを左右するのは政治情勢です。这河南县陈良宇怎么样？他才给弄到什么地步？他能到什么地步啊？能够弄得像陈总？肯定比他年度什么都强。是吗？他怎么不行了？他是政治斗争跟竞技的那个搅在一起了。牙齿都超过了牙齿。是吗？你跟他关系怎么样？不错是吧？我也做了嘛，就是渣男，对银行不送钱，对政府加朋友。他退休以后，咱们我是不写的嘛，那个我怎么这么傻的嘛？送了他钱，我去坐牢。对，咱们不给这个傻子。没错，没错的。咱们不能是一个，我心疼这个无所谓。您做的就是卖点。我是想让您的钱别弄到我想让您做主席。我操！我想让您。光明兄弟在哪里啊？谁在哪里？138里。哎呦！那家你怎么看见你？你怎么样啊？您不到北京去？億万長者のパーティー、一緒に儲けましょうが合言葉でした。急速な経済成長は一方でこれまでにない大きな格差を生み出しています。朝8時の天津港、国家プロジェクトの工事が急ピッチで進められていました。
勢働いています。運んでいるのは木の枝で編んだ土木工事用の敷物です。一枚運ぶごとに38円の歩合制です。二楼，二楼，二楼是九号啊，几片？三片。一号，一号，一号。一号四片，一号四片啊。这啥？哎，这是你的人吗？是你的人吗？啊，你是老刘的人吗？啊。扛几片？四片。四片。叫什么名？那个金明旭，金明旭。你在这写了号，到下次你就报号就完了。啊。内モンゴル自治区からやってきた都文海さんです。我就累不累？哎呀，累。沉不沉？沉。背几片？背六片。哦。啊。不干不行吗？不干挣不来钱啊。你在干什么？挣钱供孩子上学。トさんの年収はほぼ10万円。そのほとんどを娘の学費と生活費のために仕送りしています。貧しい暮らしから抜け出すために将来大学に行かせたいと願っています。天津の町の一角に出稼ぎ農民が暮らす地区があります。家賃月900円の4畳半の部屋を都さんは息子と2人で間借りしています。有钱弄个钱吧。你聊这得有数了，还这还有春节之前挣不了钱啊。挣不了这这马上就啥了。旧正月明けに半年分の学費の納入日が迫っています。そのめどが立っていません。待待待等明天俩月了。俺俩月了。你说多少天了？你们来了交几次啊？やってきたのは家主です。住几月了？60块钱你们能还能费劲呢？快赶紧交。等明天的时候算账回来，没算账去。赶紧交。一天也不打，一天也不打。几十块钱的玩意儿，你看你们这个费劲呐！赶紧交呢！我就跟这儿说的，我给你介绍交上。啊，借去吧。娘に生活費を仕送りしたばかりの都さん、現金が残っていません。你们是干嘛的？同郷の仲間から借金するしかありませんでした。还有八天，还有八天，一转眼啊，对不对啊？跟你们说的吧，你们亲戚来了。このままでは娘に学校を続けさせることすらできません。要不亲戚呢？我说实在，你家没认识啊。夜明け前、出稼ぎ農民たちが日雇い仕事を得ようと集まっていました。都さんと同じ村からやってきた張憲平さんです。この2週間毎朝仕事を探していますが全く見つかりません。是老田车吗？工事現場の手配師が通りかかりました。够了够了够了。那你去一个不中吗？这卖意思啊？什么活？不知道，这都不用。ここ数年出稼ぎ農民が急増し、仕事は奪い合いになっています。
張さんはふるさとに残した7歳の息子のために働いています。一找那个输送带给夹在里边以后，夹在那以后，他那有那个铁头子，就是那个，就是那个钢筋棍啊，给他挠碎的。这左手啊，右手还是写不了，右手写不了字，用左手写。息子が怪我をしたのは4年前。手術に必要な30万円は一向にたまりません。一緒に出稼ぎに来ている妻の円州さんです。この日は早朝から埋め立て地で電柱を立てる仕事をしてきました。早朝出去问都问到哪，我先我个车都问都问到问哪个没问啊，你说我哪个没问吗？哪个都用不上。哎呦，这痛的时候就叨咕你这个一年没干活，一年没干活。那你说我也到尽了，那我也不是不干，我怎么生活？你要是盖了，我不说你一年没干活。我动不动就这样就这么着。我要找不着活，我就上那个地里去。子供たちが小学校の寄宿舎で暮らしていました。改革開放が進み、医療費や学費が高騰、親の大半は現金を得るため出稼ぎに行かざるを得ません。張建平さんの一人息子金宇ちゃんです。今も右手は不自由なままです。食事は朝晩2度だけ。村の財政難で漬物以外におかずはありません。夜、外の気温はマイナス20度まで下がります。十分な石炭もなく、子供たちは体を寄せ合って眠ります。出稼ぎに出ている両親と子供たちが会えるのは年に一度、旧正月の時だけです。因为就一开就一个作文，不用写太满。我的理想啊，就是实际就是你长大以后想干什么，好不好？子供たちは一握りしか果たせない進学を夢見ています。
今年的？我的理想，我长大以后要挣好多好多的钱，不让爸爸妈妈受苦，考上大学。我爸爸妈妈不同意过年，我一定要买车去接他们一块过年，当上警察抓小偷，这就是我的理想。我已经老大了，我也能考上大学，因为爸爸妈妈供我上学。我好好学习，我要考上大学。大点声啊！我的理想是当一名科学家，把爸爸妈妈接到城市，让爸爸妈妈过上幸福的好日子，不让爸爸妈妈让爸爸妈妈过上平庸的日子，也能让我当上一名科学家。まだ7歳の子供たち、出稼ぎに行っている両親を思う気持ちがあふれます。旧正月を前に学校は冬休みに入りました。金宇ちゃんは祖父母だけが残る家に戻ってきました。両親と離れ離れになって4年が経ちました。どうしよう、这鞋鞋都透气了，你说这还能穿？那洗的坏鞋，不要腰多久？不行，断了。哎，都穿死透了。我也呀，装得多少钱？十块钱，多的。是。九年。十块钱也家里没有。金宇ちゃんの腕は今も曲がったままです。家には病院に行く費用もなく、祖父母は孫に何もしてやることができません。天津の張さん夫婦はふるさとに帰る旧正月を待ちわびていました。金宇ちゃんが楽しみにしている年に一度のお土産。就这样的吧。就这样的，这是一瓶的。哦，就是那个一百来块钱的。就这样的还一百块钱。这样就批发价就便宜。息子が欲しがるおもちゃには手が届きません。張さん夫婦が天津に来て以来、町の人々の暮らしは驚くほど豊かになりました。共建和谐社会。和谐就基本上一样呗，都差不多呗，那差多了。子供を残し出稼ぎにかけた二人、手術代の目処も立たないまま時間ばかりが過ぎ。向こうのマンション
3200万円のマンションを買ったのは広告会社の社長、29歳の金波さんです。55万多，55万3000多，对。那就签份协议吧。这有啥？你比较满意这个？我比较满意这一块。行，这样您可以看一下，就是没问题，我可以在这里签个字。嗯，可以。嗯，手付金も速金で支払います。嗯。还需要什么？以这个收入来讲，这个金额，这个价格还是可以接受。可以接受，可以接受，没问题的。金さんの広告会社も不動産ブームに乗って急成長してきました。年間400以上のイベントを不動産会社から請け負い、今や年商は5億円に達しています。这拿了没多少钱，几万块钱，这不用数了，都是两个三个数。我先发吧，发你们来看。王畅，你进来。旧正月前の特別ボーナスです。我一直在说这句话，就是跟中国的发展密不可分，就是你有一个好的机遇，你就可以慢慢来往上走。然后包括我们现在就是说，一个是我们比较能适应这个社会，其实这个是最主要的。天津に新貴族が増え始めたのはここ四五年のことです。来，陈先生，金さんはモデルをしていた妻と息子の三人家族です。我介绍一下，这是我的太太赵红艳，这是我们家儿子帅帅，小帅哥。叫什么名字啊？金鹏远。苹果。 Apple。 胡萝卜。ここにもあるんですか？这套也是我的。现在目前盖起来这套，就这套旁边这套就是我的。这边就有六套。对。坎贝尔一套，海逸一套，然后我在那头还有几套，就咱就不说了，我就保守跟你说一下就完了。そんなに持ってても住めないんじゃないですか？那么多一个人也住不了啊，那怎么办呢？租赁，租出去。因为中国人也讲究质地嘛，就是说我们家里也是这种感觉也是比较好的，包括我们现在质地这些做的中国的一些信息还是比较好的，应该房地产还是能往上再涨的。金马三，今天是什么客人？今天是我几个朋友，是吧？啊，这是客户。半个客户。金さんの日課、毎晩のように行う接待です。
最高級の伊勢海老と酒を惜しみなく振る舞います。相手は不動産会社の重役たち。彼らも天津のエリート一家で育った大学の同窓生です。明年谢谢大伙吧，啊，对我工作上的支持啊，接着来啊，接着来。他不玩这块呀？我玩哪块了？我操干了！哎，你别干，喝一半行吗？你指方盖啊！别干！刘平还是个好同志。服务员，拿一瓶。縁竹菜は金さんが切り出します。啊。活动事儿没了，赌我打个电话行吗？哎，慢不说，赌我打个电话。那你能进点心吗？真的，你别让我干。你自己干点行吗？我干。我特别想找他，每回都通知。然后啊，我不说嘛，兄弟，不是，我不干这东西真的不行，你知道吗？谢谢，我干了。这快撤，等会儿我找点东西。哎。この日も金さんは確実に値上がりする不動産の情報を得ました。哎，等会儿必须得握下手。慢点。谢谢。富は限られたエリートたちの中で回っています。旧正月直前、出稼ぎ農民を乗せた長距離バスが天津から一昼夜かけてふるさとに帰ってきました。娘の学費を稼ぎに行った董文海さんと息子の医療費のために働く張建平さんです。那个车不等了，马上回家。这多吃不？嗯，就到吃不。那个，哎呀，快点，来。一人息子の金宇ちゃんが通りで待っていました。那么大车啥？小爸爸了吗？在家等啥？等着我们回来呗。那个，小爸爸了吗？想啊，等你们小爸回来。哥，他越来越弯弯了，这错活了，这会儿，这个骨头在这，你这顶着这了。農村では医療保険の整備が遅れ、張さんたち農民はまだ医療費のおよそ8割が自己負担です。金宇ちゃんの手術代は年収の3倍の30万円にもなってしまいます。心配なことが起きました。母ケイキンさんが動けなくなってしまったのです。村の医者を呼びました。二文那一般的我很早入这么高的血压，哎呀，真的出血，那你轻了吗？最次也得落个偏瘫，要是去看看就好一点吧，这个是检查，看看去吧。不去，哎呀，啥大医院？大医院就是化验化验，这点事不用他化验。我想法值钱呀。想法，你到医院你就这，哎呦，你大娘就那个，就好几千块钱那个什么，嗨，你让俺这好几千块钱，你去了，你二大爷到赤峰啊，就三千块。过年你就准备钱给小明们治个。孩子他妈才八九岁的孩子，
你不给他治啊？你老婆死死去那治那也得，那你这你说这小明，我妈她现在有病，那不能先顾小明明啊，那都那样了，都要不行的人了，还你就，那我也去借钱去了，我不用你还，我想办法，我再出去去挣去，你还绝我，嗯，还趁着我不挣钱，我怎么着吧？你说，他妈爱咋着咋着，我还不如我那没治，爱咋着咋着。扯他没用了，不能干。跟你说，不去，你是吃加压药，就是叫一下。你不能让孩子做别的去，让孩子做别的去。娘の学費を稼ぎに行っていた唐文海さんです。一緒に出稼ぎに行った息子は仕事で帰れず一人での帰郷です。这是建立他媳妇儿对象啊，上班有没有啊？你好你好，这谁回来了？我是你爷爷。这是我孙女，毛多的到家了，这到家了，这是我女儿。哦，啊，在高二念书去。哦，你好。娘健健さんの通知表です。优，怎么样？优就是优秀，挺好。哎，满意吗？嗯，满意。没白下，单瑞说是学习还好的，挺好。我感觉念书还是唯一的出路，只能念书。为什么呢？嗯？为什么呢？我只有念书才能改变我的命运，我感觉是。嗯。现在我这个身份只能念书。
怎么喝没了？哎，哎呀，哎，哎，压肿了，压肿了。小孩子也没办法，那小孩子，那你要是一去，你再回来，那你不挣钱了，就是吧？家庭也不行，根本主要是家庭困难不行，主要是。啊，下去结心了，我那家庭困难，没有钱花呢，还下不去结心吗？看吧，哟，那是谁呀？谁呀？谁呀？那人。天津行きは旧正月明けすぐと決まりました。哎呀。周健さんは2歳の娘を実家の母に預けに来ました。没人告诉他，你就啊，没人告诉他，他就啥，我也走一步他也不理，这可没招。谢谢五级步骤，得适应一段时间的，你得适应半个月吧，生了半个月咋不适应过来了？看你死。別れの時です。交给我妈了。啊，就跟着我爸。来，走姥姥，来，走姥姥，走，咱们吃雪糕去，走。ケンケンさんの学費のために家族がまた一人ふるさとを離れます。張憲平さんも出発の日を迎えていました。送去吗？不去。送爸爸去吗？不送去。不愿意就别走。不走咋整？不走，不走就不走，还咋整？那也得走。不走就不走。金宇ちゃんはいつまでも憲平さんのそばを離れようとしませんでした。你跟我妈看聊亲聊的血压点。你放心。虽然你俩在外边好好的。是。嘿，在家那都没事儿。小明们你别管。我是他爷爷，我是他，那是我亲孙子。你别着急，心受不了，这心受不了，怎么也得走。太受不了。家族を残しての出稼ぎは五年目に入ります。挺多人都和咱们一样。你别着急啊。天津行きの夜行バスが村にやってきました。え
ケンケンさん。ふるさとを離れる父と兄嫁を見送りに来ました。这么干小子呢，名字啊？等下放假时间长了，就是我得天天回来的话，就上天都去就行。那时间短，你看愿意上谁们家上谁们家啊？正月の2日、李さんは新たなプロジェクトを仕掛けていました。招かれたのは急成長している健康食品会社の社長です。この会社をアメリカの株式市場に上場させ、一気に儲けようという計画です。合作之后啊，我相信股票肯定会升值，你咱们业绩会好的。他我跟你讲，十倍才4块钱，那咱们给他增长十倍就是眨眼睛。你看这还没公布啊，新闻媒体什么都没公布呢，涨了10%。我一看，等咱们要公布了，老于，咱们那个是股票坐地，这样咱们能拿到2笔钱。老于，一个呢是在从市场上我们直销赚到的钱，对吧？一个呢从股市上拿到的钱。对，你从市场上拿到1块钱，从股市上能拿回10块钱，这2笔钱咱为什么不拿？哎呀，这早这有这个运作模式，何苦来这美国这种啊？这整个那个人一讲的墨迹。嗯，你先走，我看他们看完没。李さんはこの時別室に客を待たせていました。来吧，今日快乐，今日快乐，今天好，今天好，来，来，坐坐。二人の大物投資家です。この日のうちに健康食品会社の上場に必要な資金数千億円を調達するため呼び寄せていたのです。我们不仅我们在谈，我们这个他们把我们要写一个我们的合作伙伴的，咱们一块来。咱们强强合作，把它构建成一个航空母舰，这个一做起来就很好。他们的这个合作的这个最大的这个强项呢，他们的销售业绩，它是一很大的一个庞大的销售，他这个销售队伍人员等等啊，这个他的一年的业绩做出几个亿来啊，非常轻松。很棒，现在就是合作伙伴，我们也合作伙伴，也是朋友，也是合作伙伴。对。根回しを十分に終え、李さん主導で交渉が始まりました。
你好，你好，你好，再次快乐啊！你好，接得好，接得好。坐，来，您坐到这儿，您坐到这儿。资本家，那个李总，那我们简单介绍一下我们这边的一些情况。行，好吧。这个，那这个谁啊？那个老刘啊，那就不拍了。他们是 NHK 电视台的。啊 ，OK。このプロジェクトが成功すれば、株価は10倍以上に跳ね上がり。それぞれが莫大な利益を手にすることができます。2週間後、李さんのビッグプロジェクトが動き出しました。健康食品会社のアメリカ上場の準備がいよいよ整ったのです。各位东升人，大家早晨好！祝福东升伟的事业，越来越辉煌，也祝大家呢，幸福安康。谢谢大家。実現すれば、瞬く間に大きな富が舞い込む。李さんの夢が膨らみます。出稼ぎ農民が集まる天津の一角。新年早々、仕事を探すために董文海さんは町に出ていました。今天怎么样？感冒了？今天感冒了。发烧了？有烧吗？发烧了？发烧了。不休息啊？不休息。感冒没事，出点汗也好。息子の嫁周健さんの姿もありました。この日仕事は見つかりませんでした。長い一年が始まります。豊かさを分かち合える社会、中国政府が目指す昭和社会は実現できるのか。広がり続ける格差が重くのしかかっています。